ちょ、なんだこのぐるぐる。ってなんか体が透けてない。あ、ハートが浮き出てるってことは、これ当たったらダメージ食らうんじゃね。なるほど、気をつけなきゃ。ラルセイには当たり判定あるのかしら。多分僕だけだと思うけど。お、宝があるぜ。あなた方はもし勇者では、この宝箱の中のマフラーを悪者退治にお役立てください。どうせもうボロボロですし、私にはサイズが合わなくなってしまいましたから。ボロボロなんだ。宝箱とはそういうもの、お下がりを入れる箱なのです。まあお下がりでもありがたくいただこうぜ。私はただのボール、話すことなんて何もないの。え、心の声が聞こえる。宝箱を開けた、ダガーマフラーが入っていた。ダガーマフラーが武器に加わった。あ、マフラーなのに武器なのね。一応ダガーは探検の一種だが。あるえ、装備できない。あ、もしかしてラルセイの武器じゃない？なるほど。ダガーのように敵を突くボロボロのマフラー。すごいマフラーね。でも、攻撃するつもりはないから武器はいらないかも。マフラーだから防御力も上がればいいんだけどね。さあ本来なら右に進めばいいのか？当たるんじゃないわよ。こんなの両目を開いてても簡単に避けられる。いやそれめっちゃ普通だから。両目をつむってやりなさいよ。すいません、それは無理っす。でもノーダメージでいけそうだね。あ、また。パスワードを入力。パスワードって？注意、パスワードを忘れる人が多いので、上に書いておきました。上ってのは、クラブハートクラブの？ちょっとこれってヒントじゃなくて答えじゃ。パスワードの意味ないじゃん。したらここにヒゲをつけるだろ。え？落書き？こんな感じか。はは、いいね、最高。どう？計画は順調？ちょ、みんな、ネタバレすんだろうか。うふふ、何が書いてあるのかしら。おほほほほう、これはこれは。峰麗しいお豆ちゃんたち。ほんと褒めてくれてる？おい、ちに気をつけろ。ほんと悪口には聞こえないが。あ、ごめんなさい。スージーにもっと汚い言葉を使えって言われているのだ。いや、楽にめっちゃ綺麗だったわよ。まあ。それよりこのパスワードを。これって、スペードとダイヤしかないんだけど。んーとこれは。あら、消えちゃった。一番右の矢印って。あ、クラブになった。なるほど、反転させるのか。全部反転させればいいんだね。最初のクラブも変わったわ。なるほど、すべてを反転させちまうのか。ってことは。おお、こういうことだ。解いてくれてサンキュー。ヒヒ、バカな奴ら。さすがなこれぐらい自分で解けるでしょ。おかげで助かりました。どうもありがとう、バカな奴ら。うん、お礼を言ってる時点で悪口レベルが。ん？あ、忘れ物。なんだ、せっかく見れると思ったのに。どうせ落書きじゃね？まあそんな気はする。って、またパスワードが？ん？でも今度は答えがない。また道が分岐してるわね。ってわっと。なんじゃこいつ。モンスターなのかしら。やり過ごせるならやり過ごそう。お、ダイヤのマーク。これってパスワードのヒントね。なるほど。ってことはこっちにも？お、今度はクラブを発見。あと一つはどこかしら。もうちょい右。ん？これって別のパスワード？おわっと。え、こいつは？さっきルー様が来たの、かっこよかった。ルー様って？ライトナーが通れないようにパズルの答えを消してったけど、私たち答え知ってるよ。え、なになに、通りたいの？いいよ、パズルの答え教えてあげるね。ね、最初のマークはハートだよ、愛のシンボル。どう？参考になった？これって、このフロアのパスワードのこと？んだがさっきのフロアは。え、パズルの答え？確か、同じマークは一つもなかったはず。あれ、さっきと別のモンスター？テンションが違うわよね。ちなみに、マークの色はそのまま残ってるから。ごめんなさい、私から言えるのはそれだけ。ふむふむ、ヒントを組み合わせていく感じか？はぁ、パズルの答え？んなもの私らには関係なくない？ちょっとどうした？だいたいクラブ以外のマークしか使われてないし。それってつまり、クラブは使われてないってことだよね。ほん？と失礼しちゃう。あれなんか僕にめっちゃ怒ってる？でも、これでほぼ答えが分かったわね。パズルの答えのようだ。しかし、万年筆のような筆跡の落書きで消されている。ぐちゃぐちゃじゃん。マークの色の順番は、赤、黒、赤のようだ。あ、これで完全に分かったんじゃない？うん、最初はハートって言ってたよね。ああ、そしてクラブは使われてないと。ってことは二つ目はスペードね。そして同じマークは一つもないから、最後はダイヤだ。で、真ん中がクラブになってるんだぜ。うん、これ全部反転しちゃうからややこしい。もう、早くしなさいよ、どんくさいわねー。ああ、もうわかってるってば。答えはハートスペードダイヤだろ？うん、スペードとダイヤはそのまま見えてるから。最初のダイヤだけを反転させればいいんじゃない？ああ、なるほど、そういうことか。ってことはこれで。違う。じゃあ、天才どこだよ。た、
く、グダグダじゃない。今日ね、私の誕生日なの。なんで挨拶もなしなわけ？いいの、気にしないで。で、こいつらからが一つだったのか。そうだったのね。みんな遊びに来てね。うるさい、来なくていいから。二人とも、落ち着いて。私の誕生日、お祝いしようよ。私がお仕置きしてやるから。ごめんなさい。え、大丈夫？クローバーがこっちへ伸びてきた。で、戦うんかい。結構強そうね。とりあえずまずは分析してみようかな。いや、待って、選択肢多くない？あれ、これって。あの子、スポーツとかっこいい男子と君しか興味ないんだ。もしかしてクローバー、アタック8、ディフェンス2、3人よればトラブル3倍。もう一度系じゃないのかよ。はぁ、元気最悪じゃん。あ、うん、これカオスなやつ。てか、あんたダメージ食らったままじゃない。まあ大丈夫。クローバーは調子の外れたコーラス隊みたいに鼻歌を歌ったし、実際に聞いてみたいわね。それより、誕生日について話してみよう。誕生日プレゼントは何がいいですか？だから、欲しいものええって。いや、どうしてわからん。別の話題を振った方が良さそうだ。私のでしょ。おい、服のは男子とスポーツ時じゃねえのか？いや、ちょっと試してみたって。全然興味なさそうだったわね。クローバーと朝釣りの匂いがする。よし、そんじゃ男子の話でも。女子3人で盛り上がるかしら。体は一つだぞ。3人はどんな男子がタイプですか？いいか、私みたいに。お、盛り上がってる。クローバーはおしゃべりを楽しんだようだ。モフモフのネバネ男子で決まり。え、みんなラルセイのこと言ってる？モテモテじゃんか。ポコニャンとは大違いで。いや、僕だって多少はね。やめときなさい。クローバーは恐怖の3連スマイルを放った。怖すぎだっての。まあまあ、今度はどうする？順番通りスポーツについて話そうかな。皆さん、スポーツは好きですか？スポーツ、美味しいよね。ちょっとみんな。クローバーはおしゃべりを楽しんだようだ。それ最高。スポーツを食べ物と勘違いしてるよね。もしかしたらこの世界のスポーツは食べ物のことなのかも。なわけ。クローバーはおしゃべりしすぎてくたびれたようだ。あ、くたびれたってことは、もしかして眠くなってきた？オーラルデイのスリープが効くんじゃね？一応気についても話してみようか。せっかくだったらね。どっちの行動が優先されるんだろう。大体クリスのイメージだけど。木の話題を振ってみた。クローバーは満足そうだ。めっちゃ笑顔になってる。ラルセイはスリープを唱えた。よーし、今回はわかりやすかったわね。モンディが教えてくれたおかげだね。おー、よかった、セーブポイントだ。噂をすればモンディだが、チョコダイヤいかがですか？アイテムかしら。売り上げは全額モンディ救済基金に寄付されるのかな。40ダークドルです。お買い得です。ほう、買ってみるか。でも他の店もあるみたいだし一旦。それは残念、かな。ハートドーナツを勧められた。売り上げはハーティーの健康維持に役立てられる。値段は40ダークドルだ。同じ値段ね。ハーティーはこちらの選択を受け入れた。うん、そしてこいつら。いらっしゃいませ、ジェントルピエロ様。いや、なんだよそれ。ランサークッキーはいかがですか？売り上げでお前らをボコってやるぜ。なんでだし。お値段たったの40ダークドルぼっきりです。うんと、とりあえず買ってみる。怪しすぎるが。ひひ、助かるぜ。ランサークッキーがアイテムに加わった。まんまと騙されてくれたな。え、ちょっと何言ってるん？これで悪巧み資金ができたぞ。で、これ買わない方がよかった。で、ハートドーナツ買ったでしょ。よし、このジェムドーナツどうやって半分に分ける？僕様が血をいただくからお前は皮を食べろ。え、人皮とは？一つ聞いてもいいですか？そのドーナッツも作戦に必要なもの？作戦には美味しいおやつが付き物だ。作戦の常識だ。一理あるかも。作戦スクールで勉強し直すんだな、このキレイキレイ博士め。何それ。ほっほっほ、それがいい。とっとと博士号を取れ、この天才ジーニアスくんめ。僕、からかわれてるのかな？結局ドーナッツを食べたかっただけだろ。これさ、普通に半分に割ればいいんじゃね？おお、確かに、素晴らしく邪悪で革新的なアイデアだ。イノベーションこそ悪巧みのスパイス。とりあえず横文字を使いたいだけだろ。ねえ、ランサークッキーってどんなアイテムか見てみましょ。めっちゃ神アイテムだったりして。ランサーの顔の形をしたクッキー、実はクッキーじゃないかも。5HP 回復？いや、僕が回復しないのかよ。だが、ハテナってなってるから。ランダムなのかもしれないわね。森の奥でひっそりとスイーツ即売会が開かれている。繰り返し登場するスイーツ即売会の力が胸の奥で輝いた。そういえばさ、さっきのパスワード。そうだ、ここまだ解いてなかったよな。でもダイヤとクラブしか見えないのよね。
もしかしてどこか見逃してるかもしれねえな。左下とかどうかしら。さっき奥の方まで見てなかったよな。あーっとここにあったのか。ほらね、やっぱり。ってことは、パスワードはスペードダイヤクラブの順番でいいのか。またあんたグダグダしないでよ。大丈夫。最後はクラブだから。一旦マークを入れ替えて。そしてもう一回。じゃあ見たか一発で成功。ちょっとややこしかったわね。お宝かな。宝箱を開けた、ダイスブレスが入っていた。ダイスブレスが防具に加わった。何かしらダイスブレスって。防具って書いてあったね。ブレスって。息じゃねえよな。嫌だとしたらどんな防具よ。でも、武器よりも断然防具の方が嬉しいよ。攻撃自体一切しないからな。って、ホワイトリボンと変わんない。ラルセイに渡したら？そうしようか。確か何も装備してなかったはずだぜ。それはかわいそう。そうだ、説明は。いろんな記号が刻まれた立方体をつなげたブレスレット。あ、ブレスレットだったんだ。仲良しって書いてある。へぇ、ダイスブレスになんか意味があるのか？わかんない、特殊効果とか発動しないよね。バウバウ、ボックスをぶっ壊すとブレスレットがもらえるぞ。あっとすいません、もうもらった後なんすわ。手癖が悪いんだぜ。バウバウ、ブレスレットを合にすると防御力がバップするぞ。たく、先に話してからもらいなさいよ。ごめんごめん。王様はライトナーを退治したがってるけど、うちらはそれ反対なの。またこういう喋り方だな。でも王様に会ってみたいわね。うちらはなんとか逃げられたけど、他の人たちは捕まっちゃったの。ふん、助けてあげたいわね。いつかその王様に会うのかな。よし、上に行ってみよう。なんだこいつは。我が名はマリウス、火事を極めし者、私に直せぬものはない、武器だろうと防具だろうと。へえ、火事屋さん防具は鍛えてほしい気もするが。お主の体であろうとな。さて、今日は何をお望みか？あ、そういえば前に。壊れたケーキが大事なものに加わった。これいける？なんと、そのケーキからは凄まじい気が感じられる。喜んで直させていただこう。おお、ほらやっぱり。ふっは、我が全力の技、とっとによる。壊れたケーキは見る影もなく修理された。いや何よその効果音は。壊れたケーキはトップケーキになった。うん。これは実に素晴らしいケーキだ。うまく役立てるのだぞ。あ、ありがとね。ちょっと調べてみましょ。あ、大事なものじゃなくなってる。一口食べれば舌がくるくる踊る絶品ケーキ。仲間全員の HP を160回復。これめちゃくちゃすごいアイテムじゃない。これはいざって時に使うべきだけど。もったいなくてなかなか使えなさそうだな。アンテで言うバタースコッチパイって感じ。うん、これ結局使えずじまいな気がする。え、ちょっと。ああ、追いかけてきた。ブロックさ合体。く、さっきのやつは気づかなかったのに。てか、体の位置がバラバラじゃない？確かに特に下の子頭が真ん中に来てない。どうなってんのよ。ブロックさ、アタック級、ディフェンス2、好き、トレーニング、嫌い、体の組み立て順が間違ってる状態。トレーニングの前から持ってておいたのが、あやで。なるほど。組み立て順をどうにかしろってこと？攻撃がテトリスみたいね。ブロックさはトイレトレーニングのことを考えている。え、トイレトレーニング？トイレで頑張るってことじゃない。で、たまらしいからやめろし。ラルセイは防御しててもらおう。X を押して選べ。1、頭、2、体、3、足。あ、もしかしてこれ目押し？目押しはめちゃくちゃ得意だから楽勝だね。手を置きなに足何やってんのよ。ブロックさはまだ自分に満足できないようだ。うわ、やめろ、無理やめられたな。ごめん、X をプレステで言う×ボタンと勘違いしてて。で、そういうことだったのね。ブロックさはトレッキングのことを考えている。ごめん、今度こそ大丈夫だから。っていうか最初と全く同じ配置っていう。言われてみればそうね。X を押して選べ。これをちゃんとした形にしないと逃がせないって感じかな。次は体を。ちょっとあんた遅すぎるわよ。嫌だって失敗したくないんだもん。目押しはめちゃくちゃ得意とは。あ、もううるさいな。ブロックさは新しい自分に満足している。ごめん、自分が前から出かけてみればな、あやで。よしよし、上の子喜んでるね。ラルセイも行動できればいいんだけど。そしたら効率が上がるのにね。ブロックさはトレーニングのことを考えている。よし、今度は下の子を組み返しよう。ラルセイはどうする？上の子を逃がせば効率がいいんじゃないかな。 X を押して選べ。よし、ゆっくりでいいから間違えないように。ゆっくりすぎて眠たくなってきちゃうわよ。終わったら起こしてくれねえか。だから寝るんじゃないよ。ブロックさは新しい自分に満足している。ラルセイはブロックさを逃がした。感じに並べ替えてくれたな。よし、あとは逃がして終わりだね。本当にいろんな種類のモンスターがいるわね。ブロックさは幸せスピリットで輝いている。って、HP がマックスまで溜まってる。
クリスはブロックサーを逃がした。ふう、ちょっと時間がかかっちゃったかな。さあどんどん進んでいこう。こっちは？では、ケムシ？今の王様が幅を利かせる前は、この木の葉っぱを食べていました。過去形？そして今も食べています。今もかい。それが芋虫の生き様というものです。そのうちサナギになって蝶々になる。めちゃめちゃサイズがでかいけどな。実際にいたら全力で逃げたくなるわね。お宝が見えるんだぜ。どこから取るのかしら。